はい、こんにちは。大阪から帰ってきた次の日のトルーパーズの山中です。少々ひげ面ですいません。はい、今日はですね、のっぴきならない重大発表があって、急遽動画を撮らせていただきました。あ、いや、もう映っちゃったぞ。どうも皆さん、ご無沙汰しております。こちらトルーパーズさんの YouTube の準レギュラー、堀内若松井です。はい、お久しぶりです。もう僕が来たってことはこれですよ。もっと前っていう、はい、月一恒例月一恒例ですよ。はい、何ですかこちら。僕がやってますイベント、赤羽でローンで話そう。早いです、まだ早いですの告知でございます。今回はゲストに天心木村くんとネゴシックスのお二人が来ていただきます。6月の24日月曜日、場所はミュージック&バーエナブというところで、ありますんで、ぜひとも皆さんお時間ある方はお越しくださいませ。そうなんです。ネゴシックスさんと、ネゴシックスさんこの間も来たもんね。2人とも2回目です。あ、そうなんです。そうなんです。ネゴシックスは1年後輩なんですよ。本当、天心さんは有名なんだ。天心木村先生、有名ですよ。エロ資源で有名な方ですから。あ、そっか。そうです、そうです。聞いたことある。そっか、そっか。ごめんごめん。あんまり、ぜひとも皆さん、お時間ある方、来ていただければ。あんまりこう、すみません、バラエティ番組最近あんまり見ない。いや、最近は、最近あんま出てない2人ですから。僕はずっと出てないですけど。僕はずっと出てない人。全然ないですか。じゃあ、そうだな。とりあえず、私、山形、大阪って行ってきまして、はい。昨日大阪から帰ってきたんですけど、山形の出ました。MC 型さんが、はい。堀内君によろしくって。いや、なんか、それこそ僕、金曜日に、お店に来たしまった時に、店員さんから聞いてたんですよ。お、ガタさんが、お、動画の中で会いたがってましたみたいな。あら、こちらこそですよ。素晴らしい。じゃあ、そちらの、営業しててました。あ、え、はい、貸してやろう。もらって大丈夫ですか。はい、ガタさん。山形の CD ショップで私、友達として買い占めてきました。なので、取ってからないで、こちら、いただきます。はい。あれ、じゃあ、これなんか、ライブでかけますよ。あら、そうですね、ライブの時にかけます。だから、いつかこれ赤羽で飲んで話そうに MC ガタさん呼んでください。出てほしいですよ、はあ、出てほしいですし、もうそれ仕事じゃなくて普通に飲みたいですよ。あ、本当に仕事でね、やるとしたらこう、もちろん頑張りますけど、はいはい、普通に、ね、飲みたいですよ。ありがとうございます。ガタさん、あんまりお酒強そうじゃないけど。いや、強いでしょ。そうかな、やっぱ、ね、やっぱ山形男児的なところ。いや、そうですよ。山形の日本酒、初孫ってのが僕好きですから。あ、そうなんだ。それが初めて飲んだ日本酒ですね。あ、といっても君の場合なんかさ、このライブ中も飲んでるしさ、打ち上げでも飲んでるしさ。そうです。大変だよね、毎回。いや、だからやっぱそうですね、もう4年目になるんですけど、このライブやって。ああ、いよいよ2日になりますよね。はい、今年40なんで。あら、もう2日酔いになるなってなってきました、だんだん。はあ、なるほどね。お前もそうですね、2日になりましたし。あ、そういえばあの人、山形に、はい、安田大サーカスの団長さん買いに来てくれた。すごい、うん、あ、でもそうです、なんかツイッター見たから、うん、あれ山形だったんですか。そうそうそう、うん、偶然なんか近くに団長さん、団長さん偉い先輩ですから。あ、そうなんだ。そうです、そうです。あと、たまたまね、あのロケで出川さんと中井くんがバラエティ番組で、あれだ、バイクのやつ。そうそうそう、山形編だったんですか。そう、だから、すごい、僕がやってたナイフイチのかき氷屋さんでロケしたいって言って、はい、したみたいだけど、なんかすごい混んでてそのまま帰っちゃったみたい。なるほど。ナイフイチは空いてたんですけどね。まあ、それ言ったら僕もね、中井くんつながりじゃないですけど、うん、ドラクエの仕事やってたんで。あ、そうなの。元ね、スマップの皆さん、新しい地図の皆さんのライブ、うん、幕張ですで、ね、見てましたよ。あら、近い距離で。あ、本当に見させてもらってました。はい、スーパースターでした、やっぱり。そうですか。まあ、そんな赤羽のスーパースターも、いえ、赤羽では、ね、まだまだいっぱいいますから、いろんな人が。いろんな人いるんですか。はい、ここに来る途中もね、いたんすかね。あれ、金払い払わないの、おじさんとおばさんのやりとり。シャツ破けるだろ。あ、いいから金払いなさい。シャツ破けるだろ。金払いなさい。恥かかすなよ。住民みんながスーパースターのやつ。そうです。まあ、赤羽の光景やってましたから。そうですか。動画撮ろうかと思いましたけど、さすがに怒られるなと。撮りたくなるよね、あれね。なりますよ、撮ったらダメですよ、ね、なっちゃうよ、本当に。そういう
不思議なことやってんだもんって。そうなんですよね。そこら中でそういうね、あの、あのだって三角公園あるじゃん。そういうショーがね、繰り上げ、ほんと三角公園ですか、それも。三角公園とかさ、この間あの、ほら、丸いベンチあるでしょ。はい。あそこにさ、男の人の膝の上に女の子が座って、はい、まあ、とりあえず三角公園だって公衆便所の中に立って寝てるおじさんがいますからね便所の中に、まあ、いつまで立ってもどかねえなと思ったら寝てるったりとかしますから、まあ、そういうね、こう街中が、うん、そういうアトラクションだらけの街なんですね。アトラクションそうなんです。で、そんなあのSNS とかでは公開できないような話を当日そうです、ね、全ての責任を背負って堀内くんがライブなんでライブなんで皆さん別にその発信する人いないんでそうだよね。それは暗黙のルールでやってる、うん、なんでもうエグい話いっぱい出ますから。はい、丸口オンパレードですから。オンパレードです。はい、そして、ね、ぜひともね、6月24日、はい、月曜日、場所は、ミュージックアンドバイエナブさんで、トルーパーズから徒歩3分そうですね、うん、ありますんでよかったらお越しください。はい、じゃあ申し込み方法は、こちら電話番号が下にリンク貼っときます、ね、あと僕のツイッターも、はい、ツイッターお知らせしております。フォローしてあげてくださいな。山中のツイッターはいいや。いや、しっかりやった方がいいですよ。そうっすね、やった方がいいですよ。全然やった方がいいですよ。まあそんなんで、はい、私のツイッターの DM に予約入れてくれれば、そのうちコピペあそのままコピペして堀内くんの DM に送るんで。お願いします。はい、ということで、はい、6月24日月曜日、ミュージック&バーエナブ、はい、赤羽で飲んで話そうの告知でございました、はい、堀内バカ祭りさんでした。最後まで見ていただいてありがとうございました。ひげ面ですいません。いや、そんなわかんないじゃないですよ。そうです、はいはい、日焼けしてるしわかんないですよ、はいはい、もうじゃあ止めますから。止めてください。何でも言っていいですよ。止めてください。もう大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。さよなら。